第3次ポエニ戦争は、かつて、フェニキア人の植民地だったカルタゴと、共和制ローマとの間で争われたポエニ戦争の3回目に、当たり、最後となった戦争である。ポエニという名称は、ローマ人による、フェニキア人の呼び名から名付けられた。戦争は、カルタゴ市に対する3年間の行為戦であり、これによって、カルタゴの町は、完全に破壊され、残された。 カルタゴの全領土はローマに並行され、戦争の際に都市に残っていたカルタゴの全住民は戦死か奴隷となった。第三次ポエニ戦争により国家としてのカルタゴは滅亡した。第二次ポエニ戦争の終わりから第三次ポエニ戦争に至るまでの間、ローマはギリシャからヘレニズム諸国の侵攻に対抗する援軍を要請され、当初最低限の援軍で勝利していたが、 次第にこの戦争に深入りすることになった。また、西に向かってはイベリア半島に遠征し、半島の住民が第二次ポエニ戦争の勝利に大きく貢献した部族も含めて課税なきローマ同盟に組み入れた。20年間にわたる第二次ポエニ戦争において、ローマ本土を破滅的状況に追い込んだカルタゴであったが、ローマから提示された停戦条件は、 寛容なものであった。内容としては、海外領土をローマに引き渡し、毎年200タレント銀貨の賠償金を50年間に渡って支払うこと、軍事行動の自主決定権を持たないという責務を負うものに過ぎなかった。第二次ポエニ戦争でローマは20年近く戦場になり、数十万人の犠牲を出していたことと、イタリアと異なり、ギリシャでの 従来の主権国家同士の同盟政策がギリシャ人の穴取りを買い全く裏目に出ていることなどでローマ人の中に強硬派が増え始めていた。彼らの警戒心はカルタ語にも向けられた。カルタ語は貿易によって経済的繁栄をかなり取り返しており、そのためにローマ人はギリシャで戦役が無益に長引く現状への嫌悪もあり、すべての過婚を ローマの力で立つこと、そのためには復興したカルタゴも滅ぼすべきだという民意が芽生えていた。特に主戦派のマルクス・カトは、元老院でどんな演説をしても、ところで、カルタゴは滅ぼされなければならないの言葉で締めくくった。カトは、当時ローマ最大の英雄でかつ、下記の伝統外交派である大スキピオの政治生命を立った。スキピオの失脚後も、元老院においては、 ローマの伝統的外交手法である、ローマを、主、同盟国を重とした派遣を目論んでいた、非戦派も存在し、その代表者、スキピオ・ナシカ・コルクルムは加藤に対抗し、自身の演説を、カルタゴは存続されねばならないで締めくくった。しかしながら、紀元前192年のローマシリア戦争は、対カルタゴ非戦派をも失望させるものとなった。 この戦争においてカルタゴは、兵糧の提供を、ヌミディアは兵糧に加えて、兵力の提供を申し出たのだが、ローマは、兵糧の提供は断って、優勝で買い上げる一方、ヌミディアの兵力提供はありがたく受け取った。当時のローマの価値観では、兵糧は自前で用意すべきものであったが、兵力は同盟国から供与を受けるものであったからで、ある。そのためローマは、 カルタゴを非協力的な国とみなす一方で、ヌミリアを信頼できる同盟国と考えるようになった。当時ローマは先進国であったギリシャ文明に敬意と憧れを強く抱いていた。大スキピオもそうであったように、大多数のローマ市民はこの伝統派であり、ギリシャに傾倒して指定にギリシャ式の教育を施すほどであった。同時に、 そのギリシャが優れた行政能力とシステムを持ちつつあったローマをよりにもよってそのローマの援軍に助けられながら万族抗議することや衰退に甘んじ紛争や外交的失策を繰り返してはその度にローマの援軍を利用することなどに幻滅しつつあった。特に加藤はローマ史上主義者であった。ローマによる新秩序を求める強行策か 従来通りの伝統作家、ローマは自ら兵士としても対外関係の影響を受ける市民たちによって激しく二分されつつあった。第二次ポエニ戦争の最後に締結された講和条約により、カルタゴの教会に関する争いはすべてローマ元老院の朝廷に任せることとされ、カルタゴが市民を武装させたり傭兵を雇ったりする前にはローマの承認が必要とされていた。 その結果、第2次と第3次の戦争を隔てる50年間、カルタゴは、ローマの同盟国ヌミディアと、教会紛争が起こるたびに、ローマ元老院の仲裁を仰いだが、上日のローマシリア戦争の経緯もあり、下される裁定は常にヌミディアに一方的に有利な、ものだった。この時、カルタゴは、自国の以前の姿との落差に、適応できておらず、かといって、 それを跳ね返すだけの長期的準備も不十分だった。紀元前151年、カルタゴは二度の戦争で領土の大半を失ったにも、かかわらず、ローマへの高額の賠償金を繰り上げて完済した。しかし、過去連年ライバルカルタゴに悩まされてきたローマに、とっては、かかるカルタゴの驚異的な経済力や復興力は、脅威であり、ローマ内ちでは加藤をはじめ、 ローマへの将来の過婚を断つため、いつかカルタゴを徹底的に破壊すべきという意見が増え始めた。ところで、その頃、ヌミディア王マシニスサは数度にわたりカルタゴ領土に国境侵害を繰り返し街を襲撃したので、カルタゴはヌミディアの侵略に対抗すべく大規模な軍隊を召集したが完敗してしまった。その結果、ヌミディアとの間には、 カルタゴは新たに50年間の賠償義務を負うことになったが、常実のような背景のあったローマは、ローマの承諾のない軍事行動は、講和条約の違反とし、軍隊を召集、カルタゴに改戦を示唆した。カルタゴは低姿勢で折衝を重ね、カルタゴの領家失速300人をローマに、人質に差し出す条件で、国土と自治を許可されるとの約束を得たが、 人質総監が履行されると、ローマは軍団をウティカに上陸させ、すべての武器と防具とを引き渡せと要求を加えた。引き渡しを終わると、ローマはさらに要求を加え、海岸の東廃し、10マイル以上の内陸に、戦都するようという海洋国家カルタゴにとってはほとんど、破滅的な事項を求めた。カルタゴ市は、当時の都市国家カルタゴにとって、数百年来の首都であり、 同時に領土を大幅に縮小された同国にとって唯一の都市であり、しかも海洋貿易はカルタゴの繁栄と復興の源泉であった。従って、それらを放棄してしかも港湾の建設不可能な内陸部に新たに位置から都市を創始するなどは都市国家カルタゴの消滅に等しく、カルタゴ人にとっては承諾の不可能な要求であった。 すでにカルタゴは完全に武装解除され丸裸同然の状態だったが、最後のローマの要求は拒否し、ローマ軍によるカルタゴ攻撃戦が始まった。これが第三次ポエニ戦争である。海戦と同時に町は包囲されたが、紀元前149年に始まる。この包囲戦にカルタゴは紀元前146年の春まで持ちこたえた。しかし、完全包囲下にあり、 食料も、タブ資も、補給のないカルタゴ側は、次第に追い詰められ、最後は、嵐も火星し、スキピオ・アエミリアヌスによって、街は陥落した。アエミリアヌスはかつて繁栄した、カルタゴの町が陥落し炎上する光景を目にし、現在映画を誇るローマもいつかは、同じ運命を辿るであろうことを考え、歓喜ではなく、悲嘆の心情を手記に記している。包囲戦の後半には、 多くのカルタゴ人が合死した。さらに戦いの最後の6日間には多くの戦死者が出た。戦後に残されたカルタゴ人の数は5万人で、戦前に比べるとわずかな数だったが、すべて奴隷として売られることになった。町は10日間から17日間ほど出て義はよく焼き払われた。町の壁や建物、港は完全に破壊され、一説によると、 周辺の土地は作物が育たぬようにと塩がまかれたとも言われる。残されたカルタゴの領土はローマに並行され、ローマのアフリカ属州を形成した。なお、フェニキア人によって建設されたカルタゴ市はローマ軍によって完全に破壊されてしまったため、現存するカルタゴの遺跡はその後カエサルが再建させた植民都市時代以降のものである。この戦争で、 ローマが地中海世界の完全なはしゃったる傾向は、ますます強まっていったが、ローマの体制自体が、このような状況に適応しておらず、従来の共和制は行き詰まり、社会不安が急速に増大していくことになる。海外の属州で得た広大な土地や、戦争捕虜からなる莫大な奴隷の労働力で、大規模農場を経営する富裕層が出現する。一方で、海外の安価な農作物が、 ローマ本国の市場に大量に流れ込み、これに対抗できない中小農場経営者の多くが破産し、多数の無産市民もまた出現したのである。さらに一定の資産を持つ市民が従軍する市民兵によって構成されていたローマ軍にとって、資産を持たない市民の急増は、組織的劣化に直結するものであった。こうして、ローマの膨張とともに、貧富の格差が拡大することで、 ローマの市民社会及び国家は分裂の予想を見せ始め、軍の弱体化も顕著になっていく。これに、大所戦とスキピオ・アイミリアノスの議定であるグラックス兄弟は政治改革を目指すも、保守派の反撃によって失敗に終わり、以降、ローマ人同士の抗争が頻発する混乱期が訪れることになる。1985年1月。 ローマ市長のユーゴベテレとチュニス市長のチェドリー・クリビンは2200年以上の時を経て公式に終戦の条約に署名を取り交わした。ありがとうございます。